新宿駅です。総武線に乗り換えます。津田沼駅に乗りたいの。飯田橋で降りるから。はい、JR の飯田橋駅で降りました。ここね、新しくなっていて綺麗なんですけど、初めて利用したんですよね。今日はですね、神楽坂方面の、レストランでランチをするんですが、少し時間があるので、この飯田橋の新しい駅ウッドをちょっと見てみようかな。2階にはね、ゴディバカフェがあったと思います。左側がゴディバカフェです。あれ、こっちは何、こっちを私注目してたんだけど、あれ、これ何、ここは空っぽ。良さそうですね。もう少し早く来たらね、ゴディバ、後からゴディバカフェに来てもいいな。こっち何かあったんだけど、なくなったのかな。桜テラスで、カナルカフェがそこにありますね。こうやって見るとね、オンボロみたいに見えますけどね、伝統の昔からあるカフェですね。こっち行くと、こっちの道行くと、神楽坂方面です。神楽坂駅の方にも向かっていけます。今日はこれを食べます。お得でしょね、割とお安いんですよね。ルクロモンマルト人気の、今回は iq.com で撮りました。 iq レストランか。ちょっと入ってみます。おせんべい屋さんとか。永大橋を渡っております。最近は川、大きな橋を渡ってウォーキングすることが多いです。My heart starts racing, but I don't know if I like this chasing. And
played and waited around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time. いかがだったでしょうか。私のチャンネルではアラカン女子の豊かな生活のためにファッションを中心にいろいろとお届けしております。最近ではお出かけ Vlog なんかも上げてますので、いろいろ見ていただければと思います。チャンネル登録をお忘れなく。 Thank you for watching. Bye bye.